皆さんこんにちは。今回選手紹介第29弾となります。前回の第28弾は聖堂の片岡について紹介しました。気になる方は下の概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてください。ということで本日の第29弾はこちら、聖堂高校の白津健次郎です。それではぜひ最後までご覧ください。白津は聖堂に在学する宮城秀之の選手です。来年6冠から登場。白津は肌寒ないが堅実なプレースタイル、チームバッティングに徹する技術を持っています。このプレースタイルは少しでも登場から外野手として尊敬されています。先ほど白津はチームバッティングに徹すると言いましたが、2年明けの大会準々決勝の大家戦6回元の聖堂の攻撃、ランナー1塁の場面であったが外角のボールを逆らわず逆方向へヒットを放っていました。まるでゴールデンウィークの時に戦った悪霊沼のようなバッティングをしています。他にも堅実な守備職人としてチームを助けるファインプレーもしています。このファインプレーについては3つ目のポイントで紹介していきます。3つ目のポイントでは、白津が聖堂に入学してから現在に至るまで公式戦ではどんな活躍をしているのか見ていきたいと思います。白津が1年の頃の物語は描かれていなかったので2年春から振り返っていきます。白津は2年春から上級生を差し置いてライトのレギュラーを勝ち取りました。2年夏の大会も春から引き続きライトのレギュラー。この大会では7番や9番ライトで試合に出場、バントやチームバッティングをしチームに貢献していました。チームの方は決勝で宮津に敗戦し甲子園には行きませんでした。そして白津が2年秋となる新チームでは2年春から夏までライトを守っていたが、新チーム発足時はセンターを守っていました。しかし途中から1個下の東條がバッティングで結果を残したり、もともとピッチャーで強肩と野球センスがあったのか白津からセンターを奪い取りました。そのため白津は再びライトに。2年秋の大会では8枚の堅実なプレーを見せたり、前のポイントでも見ましたが、チームバッティングをしなく外角のボールを逆らわず逆方向へヒットを放ち、いい努力を見せていました。チームの方は負傷で勝利し、選抜と神宮大会の切符をつかみました。現在行われている3年のその大会では3番ライトで試合に出場。5回戦の2回戦では初回から3ランホームランを放ち、自身最後のその大会で聖堂不動の3番になろうとしつつあります。ここでのポイントでは、主将の独断偏見で白津が公式戦で見せた名シーン3選を紹介していきます。まず1つ目はこちら、2年のその大会決勝の稲地戦、初回の表ワンアウトランナー2塁。この場面で白津は稲地先発の並宮から右方向へ痛烈な打球を放ち内野安打となりました。この時白津は普段は見せないガッツポーズをしたり吠えたりしていました。この静かな白津がここまでするのは、この夏の大会は覚悟を持ってプレーしていたのだと思います。続いて2つ目はこちら、2年秋の大会準決勝の大家戦、6回表ノーアウトランナー1塁。普段白津はこういった場面ではチームバッティングをするため、どんなボールでも右方向に打つことを心がけています。しかしこの場面では大谷若林は外にボールを投げていたが、白津は無理やり引っ張らずに外のボールを逆らわず逆方向へヒットを放ちました。このようなバッティングができるのはミート力はもちろん、チームから信頼されていないとこのバッティングはチームとしてさせないと思います。最後3つ目はこちら、2年秋の大会決勝の野球戦、1回裏スワートランナー1塁、薬師5番真田の打ったライトへの打球を白津がファインプレーをしたシーンです。この時白津は準決勝で怪我をしてしまった聖堂キャッチャー三木は、怪我をしながらも4番キャッチャーとしてチームを支えており、白津は改めて三木を尊敬、三木を少しでも楽にさせることやチームに貢献するためにはファインプレーをするしかないと思っていました。ここでは白津が名言を残しているので、ぜひ漫画やアニメの方でチェックしてみてください。以上、主が独断と偏見で選んだ名シーン3選でした。他にもこれが白津の名シーンがありましたら、コメントの方よろしくお願いします。以上、今回は聖堂高校の白津健次郎について紹介しました。この動画を見て良いと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。